旧下り線路面コット駅は山口県下関市方北町大浅神田座大場が佐古にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅単式ホーム一面に一線を持つ地上駅で古くからの木造駅舎を有している長門鉄道部管理の無人駅であるが道路挟んで向かい側の建物で切符を委託販売する簡易委託駅となっている防線構造のため 小串方面行きと長戸市方面行きの双方が同一ホームより発車する。なお、かつては交換可能駅であったが1970年頃に防線化された。駅舎からホームへは数段の階段を上り、急下り線の線路敷跡を渡り、さらに島式ホームの階段を上る。ホームには扉のない待合室がある。地名。 琴都井に由来し、南独駅名として様々なメディアで取り上げられる。地名の由来は、目牛の意味を示す方言の、琴都井から取ったという説と、日本海に面した小さな入り江を示す、琴都江から取ったという説があるほか、重荷を負う強健な牛の意から来たとも言われる。下関市方北町の北西部に位置する。駅は内陸部にあり、 斜面上の集落のかなり高いところに位置している。駅前は国道435号が通っており、当駅より北側では山陰本線より西側に分かれ、南側では山陰本線に並行している。駅の近辺は田畑や民家が点在する小集落で、観光地、大規模施設などはない。駅名と同名のコットイ集落。 コットイ漁港は東駅前から国道435号を約 3km 北西に進んだ海沿いににある。東駅は、角島への最寄り駅であり、コットイ漁港から国道191号、県道275号線を北上したところにある、角島大橋を通って角島へ渡ることができる。駅前にブルーライン交通のコットイ駅バス停がある。コットイ集落。 各島大橋を経由して、東駅と各島を結ぶ路線がある。各島大橋の架橋以前は、各島への町営都線乗り場であった小江中港、島都港と東駅を結んでいた。また、東北町中心部、豊田町中心部への路線もある。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。映画の撮影に使用された看板など、 2017年現在撤去済み近隣にある各島を主な撮影地として制作され2005年に公開された映画4日間の奇跡では伊丹畑駅として登場する。全部、のりゆきと離婚したマリコが失意のうちにホームから飛び込もうとした際、倉谷順二、和江夫妻に声をかけられ正気に戻る回想シーンに使用された。ありがとうございます。